2011年6月16日、大塚海五会商法が主催した、日米軍事関係者の都道レセプションで、日米関係についてスピーチする在シアトル、総領事時代の大滝よかず。大滝よかずは、日本の外交官。中小企業基盤整備機構業務等活躍を経て、チュールワンダ県ブルンジ特命全県大使。静岡県浜松市出身。 東京大学教養学部在学中に外務公務員採用上級試験に合格する。1977年東大を卒業し、外務省に入省した。入省後、イギリス、オックスフォード大学で語学研修。その後、在オランダ大使館、在ザンビア大使館、在オーストリア大使館で勤務する。その後、中東アフリカ局アフリカ第二課長、在オーストラリア講師。 在バングラデシ講師、ウィーン日本政府代表部講師を歴任する。日本原子力研究開発機構、各不拡散センター次長として出向。在オランダ講師を経て、2010年からシアトル総領事。2013年7月31日外務省、大臣官房付、8月1日から中小企業、基盤整備機構業務等活躍に出向。 2015年7月15日から中ルワンダ特命全権大使2015年10月20日から中ブルンジ特命全権大使兼務2016年7月神戸情報大学院大学顧問大田総領辞略歴在シアトル日本国総領事館コンスレットゼネラルオブジャパンインシアトル2012年9月2日閲覧ルワンダ大使に 大田市起用日本経済新聞2015年7月14日、外務省人事朝日新聞2015年10月21日、特別職国家公務員の再就職状況の公表について、外務省、ありがとうございます。